タイタンです。今回はニューハーフに遭遇した時の話をしたいと思います。それではどうぞ。チャケちゃん、ニューハーフって最近聞かないけどどうしたの？そういえば聞かないよね。詳しくは君が話してよ。また最後に登場するからさ。わかりました。この話は確か6年前ぐらいになります。アンヘレスにはたびたび来て毎回1ヶ月ぐらい滞在していて、行きつけの KTV があり、その KTV で知り合った女の子はマリンという子です。日本語が少しできて好みではなかったんですが、よく指名していたんです。ある日マリンから紹介したい子がいるから今度その子と3人で会おうと言ってきたので、僕はマリンにその子は日本人の彼氏が欲しいのかと聞くと、そうだと言ってきたので、僕は結婚の方はとさらに聞くと、それはまだわからないでしょと言われ、そうだよねと僕は残念な顔をしていたら、携帯でその子の写真を見せてきて、僕はその写真を見たらなかなか好みの女性で、会うだけならと下心も含め、もしかしたら結婚まで行くかもと勝手な妄想が走り出して、数日後にマクドナルドで会いました。会った時ですが、写真は持っていることが多いので期待半分でと思いながら会ったんですが、すごく綺麗な顔立ちで、僕が思ったのは写真よりも本人の方がずっといい感じだし好みだったので、だいぶテンションは上がりましたね。これが僕の悪いところで、すぐに見た目で判断してしまいます。今でもそうですが。それで彼女は女子大生だと言っていました。名前はリーシャといい、年は22歳、僕はすごく気に入ってしまいました。年の差は25もあったんですが、なんとかなると言い聞かせていましたよ。毎度のことですがね。そして Facebook を教えてもらい、翌日から連絡を取って食事など行くようになり、数日で深い仲になりました。リーシャはすごく優しく気が利く女の子で、友人も多く楽しい日々を毎日もらっていました。僕は帰国する前に結婚を前提に付き合いたいと言うと、リーシャは OK と言ってくれて、僕は喜んで友人にも紹介しました。やっと結婚ができると思いテンションがさらに上がり、それを見た友人は注意をしてくれたんです。冷静に考えていろいろ確認することなどあるだろう、すぐに決めると良いことないよと言われましたが、僕は何の根拠もなく大丈夫だと思っていました。話は少し変わりますが、実は意外と危険な場所でも大丈夫だと思うことがあって、言ってしまうことが何度かあって、それは別の機会に配信しますが、フィリピン人でもやめた方が良いと思うところへ行ったりしてよく注意されましたが、その時は危険な空気を感じなかったんで行けたんだと思います。肌で危険を察知することができる人はいるんだと僕はそう思いますね。ちなみに危険に遭遇したら一目散に逃げますよ。逃げ道の確認はしていると思います。多分。話を戻しますね。そして告白した翌日、リーシャから話があると呼ばれたので、僕が滞在している近くのマクドナルドへ行きました。待ち合わせ場所に向かうとき、僕は普段通り何もなくいつも通りだと思っていました。そこにはマリンもいて、すごく張り詰めた空気がありました。僕はなんでマリンもいるの、どうしたのと聞くと、リーシャはびっくりするカミングアウトをしてきました。その内容はリーシャがニューハーフだと言うんです。僕は本当に？と確認をすると、本当ですと言われ、僕は信じられないのと、冗談では言っていないと分かり、どうしてわからなかったのかと疑問があって、いろいろ聞きたかったんですが、その場では全然聞けませんでした。僕が考え込んでいたら、マリンとリーシャはニューハーフではダメかと説得をしてきたんですね。確かに性別を除けば間違いなくすごく良い子で、カミングアウトがなければ結婚していたと思います。はい、突然の登場ですみませんです。録画のテストを兼ねて、まあ、録画した素材なんですね、これ。まあ、ちょっと使わさせてもらうんですけども。それで、本題なんですけども、まあ、あの時なんですね。その場ではね、本当に信じられなくて、まあ、返す返事もできない状態。まあ、頭はこんがらがっちゃってるんですけども、
で、まあ、そのままちょっと戻ってからやっぱりね、放心状態っていうか、まあ、本当整理がつかない状態で、まあ、多分カルチャーショック的なものだったんですね。で、まあ、翌日、まあ、ちょっと冷静になって、まあ、友人にね相談しに行ったんですよ。で、やっぱりね、まあ、子供が欲しいっていうことや、まあ、将来のことなどをちょっとね考えるとっていうふうにねちょっと話をしたら、あれ知ってたんじゃないのって言うんですよね。まあ、もしかしたらニューハーフと思っていたみたいなんですけども、まあ、ちょっとぐらいねそう思ったんだったら教えてくれたらよかったんですよね。そしたら僕もね、その、まあ、こう深くなるまでにねちょっといろいろ聞いたりとかねできたかもしれないんですけどね。まあそれはもう後の話で、それは問題ないんですけど、で、まあ、本当にね、分からない状態、どこを見てもね、まあ、普通の、ね、女性でしたから、まあ、全然分からなかったんですよね。まあ、それでやっぱし、まあ、ホルモン注射とか結構してるっていう話もまあ聞いたりもして、そうするとね大体もう体が女性の片付きになっちゃうっていう話で、まあ、確かにそうだろうなっていうのがありましたね。それでやっぱ決め手はね、子供がやっぱしできないっていうことがね一番でしたね。で、まあ僕はね、断念することにしたんです。まあこの引き続きご覧ください。最近では LGBT を世界的にも受け入れている中で、当然問題ないという人もいるとは思いますが、さすがに僕的には難しい問題でした。その後もちょっと話はありましたが、結果的に今までの関係を終わりにしました。その後フィリピンの友人にいろいろ聞いたんですが、数は少ないと思うけど高時間利用のニューハーフもいるとのことです。ウォーキングストリートで何度か見るからにお姉系の方々が多く、化粧と服装だけで女にはなれないのですぐにわかるんですけどね。フィリピンで数少ない体験をさせてもらいました。そして最後に、リーシャと付き合っている間に何人かのお姉系の友人と知り合いになっていて、今でも何人かは知人ですね。なかなか面白いんですよ。日本ではテレビか新宿2丁目でしか見ないでしょうが、フィリピンでは普通に街中でもお姉系が多かったので、 B 社の友人にお姉系がいて当たり前だと思っていましたが、ニューハーフは言ってもらえなければわからないと思います。ほんとそうなんだよね。女性だって同じじゃないからわからないよ。そうなんですね。でもね、女らしくて優しいのは確かだな。本人は幼くしてカルチャーショックを受けて体験していて、人生経験は深いと思ったんだよね。お互いいい経験になりました。チャケちゃん、そんな経験はなかなかできないですね。そうかもしれないね。まだまだ頑張っていきますので、それではご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではチャケちゃんでした。